皆さんこんにちは、ビジュアルデカこと峰村刑事です。毎回さまざまなバンドを逮捕し最新情報をお届けするこの番組、なんと今回で丸1年です。すごいですね。続きましたね。今回記念すべき容疑者がこの奥に潜んでおります。見えるよ。会場全体を巻き込んでね、イベントを盛り上げる。そう、そう、俺たちはね、サルジョレンバディーズはイベントに結構呼ばれるんですよ。そうなんですよね。ありがとう。あいつらは盛り上げる。うん、こうなんつうのかな、こう通じ合えればこんなことにならなかったのにっていう、なんかこう物語、ストーリー性があるわけですね。うん、そんな楽しい僕たちですけども、うん、相変わらず、はい、スタッフから、うん、はい、クレームが来ています。また来てんだ。またかよ。なんだよ。どうしたよ。すぐ来る。クレームっていうのかな。密告が来てます。マジかよ。まずは。おお、衝撃的です。そのリアクション。全然。全然。あ、そうだ。もう慣れなくていいよ。媒体慣れしなくていいよ。ビジュアルデカ Z では出演してくださるバンドさんの最新情報を募集しております。次戦打線は取りませんので、どしどし応募ください。